はい、始まりました企業明細チャンネルです。今回は地方建設業株式会社の正社員1年目の方の企業明細書をいただきました。はじめに言っておくと、多分この企業明細書はちょっと詳しくはないんですけど、雰囲気悪質な企業明細な気がする企業明細書です。じゃあ仕事内容から紹介していきます。まあ事務作業で工事現場で使用する資材の記録管理発注となっていますね。まあ長いんで、今回メインが企業明細なので省きます。で、資格はまあなんか長いんで、まあ力仕事なんで1日やれるだけの体力と現場作業全体の概要を知っておくと、コミュニケーション能力とパソコンスキルが必要な感じですね。で、勤務時間が平日の9時から5時、土日祝休み、その他不定休ありらしいです。で、給与明細書を紹介します。基本給が16万円で、なぜか、なんかこれが悪質かなっていう、まあよくわかんないんで悪質じゃなかったら申し訳ないんですけど、社会保険料会社負担金がなぜか給与に入っています。で、基本給16万に社会保険料会社負担金のお金が足されて、基本給18万2760円となっています。で、控除が1年目なので所得税はありません。で、なぜか控除の欄にまた会社負担金、さっき基本給で入れてたやつが入るんですよね。なんかこういうの見たことないんで、もしかしたら悪質なのかなと思います。悪質じゃなかったらすいません。なんか詳しい人いたら教えてください。もし間違っていたらこの動画上げ直そうと思います。で、差し引き支給額が13万630円となっています。で、あれですね、年収の方が197万でボーナス5万円となります。まあ、この辺が地方の建設業1年目の現実なのかな。年収200万未満となっています。きついっすよね、肉体労働なのにこんなもんなようですね。まあこんなんだったら、まあ、地元から離れてもいいなと思ってる人とかだったら都会に出て働ければもうちょっといい給料がもらえるなと思いました。で、本題のこれが悪質かどうか分かる人いたら教えてください。チャンネル登録よろしくお願いします。